増原恵ラ・基地1月13日から1985年10月11日は、日本の内務、防衛官僚、政治家、香川県知事、参議院議員、行政管理庁長官、北海道開発庁長官、防衛庁長官を歴任した、愛媛県北宇和郡宇和島町で生まれた、増原貞蔵の次男、宇和島中学校、 第一高等学校を経て1928年、東京帝国大学法学部政治学科を卒業。高等試験に合格して内務省に入省。京都属。警察畑を歩いた後1946年6月、香川県知事に就任した。感染知事として、終戦後混乱期の処理と南海大地震の復旧にあたり1947年4月。 最初の高専知事に当選、香川大学の設置などに尽力した。吉田茂首相に壊れ1950年に知事を辞職して警察予備隊本部長官に就任。1952年に保安庁、次長。1954年に防衛庁次長になった。1957年6月、香川地方区から参議院議員補欠選挙に初当選。 1959年の参院選からは、愛媛地方区に移った。香川補選から数えて、連続当選に4回、1977年まで国会議員を20年間務めた。行政管理庁長官、北海道開発庁長官、防衛庁長官などを歴任。特に防衛庁長官は、第3次佐藤改造内閣で就任したが、全日空期。 雫石衝突事故で1ヶ月足らずで辞任。第1次、田中内閣で、再び就任し、第2次、田中内閣で留任したが、マスハラ内装問題により再度辞任に追い込まれた。1985年10月11日、死去。去年83。趣味は歌い、野球、相撲。宗教は仏教。愛媛県宇和島市在籍。住所は東京都渋谷区。 千田がや。長女は、丸いグループ名誉会長、青井忠夫に、三女は、元国鉄スワローズ選手の佐々木朱玄徳に嫁いだ。また三女は、坂井優子の名で歌人としても知られる。ありがとうございます。